バイク女子チャンネル。皆さんどうもこんにちは、パピプペパルパル、どうもパルパルです。例えば僕が死んだら、今回はですね、皆さんにぜひ紹介したいものがありまして動画を撮影してます。これから夏の時期に突入しますけれども、まあライダーにとってはね、夏はまあ結構宿敵というか宿敵、まあツーリングするのには結構辛くなってきますよね。今年はツーリング時期にちょうどコロナとかもあったんで、ね、ツーリング行けてない方が多いと思うんですけど、なのでこれからよっしゃツーリング行くぞみたいなことになってきていると思うんですが、しかしこの酷暑到来どうするかみたいな、まあ、こういうね格好で走れたらいいんですけど、こういう格好ではまあ走ると危ないのでやめておきましょうということで、きちんと装備して、装備した上でも涼しくなりたいっていうね、まあ欲望の権化ですよ。まあというわけで、はい、私がですね、これは PR ではなくて、本当に私が使っていいなと思ったものを紹介しています。使って、自分で買っていいなと思ったものですね。で、何かと言いますと、皆さん例えば夏のじゃあ、ツーリングの涼しくなるアイテムって何を思い浮かべますかね。まあ例えば、まあ、クールインナーみたいなとかよくありますけど、まあ言うて、まあヒートテック、冬のヒートテックよりもまあビビたる効果かなぐらいじゃないですか。で、この私のねおすすめするやつはね、もうアイスの急に冷えるっていう、まあ私の体感ではあるんですけどものなので、よかったらご覧いただきたいなと思います。でアイテム自体は何かと言いますと、こちらでーす。これなんだかわかりますか。これここによいしょ、こういう銀のプレートがついてて、これ何でしょうか。これ正解はですね、どうやって使うかと言いますと、よいしょ、ここに、あ、カモメがめっちゃ近くに来た。ピュッとつけて使います。こんな感じですね。こんな感じで映ってるかな、ピントがちょっとボケちゃうな、まあ、ちょっとボケちゃってるんですけど、こんな感じで、あ、めっちゃあったかな、こんな感じで使うんですね。で、ここに、これがね、まあ何かっていうと、もう、勘のいい方は、鋭い方は、お気づきだと思うんですけども、ネッククーラーです。ネッククーラー。そう。で、このね、ネッククーラー、まあ、どういう仕組みかと言いますとですね、まずこの商品自体は、ここから、まあ、で、ここね、アンビリカルケーブルみたい。こうやって、紐が出てるんですよ。で、スイッチがあって、で、まあ、先が USB ですね。2.0 になっていて、で、まあ、これだけだと使えないんですよ。で、どうやって使うかっていうと、このモバイルバッテリーを持って使います。で、このモバイルバッテリー、私は結構大きくて、これなんでかっていうと、これはですね、車とかバイクの、なんていうの、ブースターじゃなくて、スターターになるんですよ。なので私はこれを使っておるのですが、全然これじゃなくてもっとちっちゃいやつで大丈夫です。もっとちっちゃいやつを使っていただいて全然大丈夫なので、まあバッテリーにこうつけてですね、で、バッテリーのまあスイッチを入れて、でこのスイッチをあれオンすると、このね、ボワーって言ってるんですけど、聞こえないかな?このね、ああ、びっくりした。ああ、びっくりした。なんで声かと思ったら、ああ、びっくりした。カモメだわ。で、ここのね、ちょっと音が取れてるかわかんないんですけど、風もあるんで、このボーって言ってるんですよ。で、このクーラーが発動し始めて、この、よいしょ、このって言っても映って、このアルミの板が冷たくなり始めるんですよ。で、この首を冷やしてくれるっていうやつで、で、これがね、そんなに期待してなかったんですよ、はっきり言って。そんなに期待してなかったんですけど、思ったよりもいい。思っ
ったよりもだいぶいいです、これは。うん、なんかね、首って冷やすの大事なんだなと思いました。あのツーリング行くときに私結構冷えピタとか持っていくんですけど、冷えピタをねここに貼ってる時あるんですよ、たまに。でも汗かくからすぐベローンって剥がれちゃうんですよ。でなので、まあ何か方法ないかなと思ってたんですけど、これがあった。なんかね、何か急にネットの記事かなんかで見たのかな、で見てちょっと速攻アマゾンで見てポチって見ようかなと思ってちょっと悩んで、で悩んだんですけど、まあポチって見た、ポチって見たらまあ大正解。はい、こんなにいいものはなかなか、はい、久々にかなりいいアイテムに会いました。で値段はね、確かね5500円とかそのぐらいだったかな、6000円弱ぐらいだったと思うんですけど、はい、あの夏になったら多分ね、作業員の方とかも使うと思うんで、あの夏になったら多分売り切れ必須だと思います。多分ね、類似品とか似たようなワークマンにも出ると思うんだけど、でも私が使ってるのはこの三高っていうところのネッククーラーですね。本当に便利です。でバッテリーもまあこれだとね、何時間 ?2 時間とか3時間とかつけてても全然1ぐらいしか減らないんで、このランプが本当にあの素晴らしく電池の持ちもいいし。でもね、なんかね、レビューにもあったんだけど、このモードが何個かあって、よいしょ、このね一番強い丸の、でっかい丸のモードにしておくと、なんかここのね、そのクーラーのとこのなんかこう冷やすモーターかなんかを冷やすところ、冷やすところ、ん、モーター、なんかファンがね熱くなってきて発熱するみたいなのあったんだけど、まあ確かにそれは発熱しますね。発熱するけど、まあ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 別に私はそんなに気にならないかなみたいな感じです。これは本当にでも気持ちがいい。これはねいいですよ。本当におすすめです。で結構コンパクトになるんで、あのよいしょ、今広げてるんですけど、首に穴このぐらい、このぐらいコンパクトになります。なのでバッグにもとても入れやすいです。あ、もう冷たくなってきた、もう氷みたい、すごい冷たい。でこの中にほらファンがさ回ってるんですよ、見えるかな、ファンが回ってて、でまあこっち側が冷えると、で長押しで消えます、このボタンが。はい、というわけでですね、私商品紹介とかするのって結構初めてぐらいな感じなと思うんですけど、本当にこれは良かったので、これからもうぜひ真夏になる前に皆さん購入して使ってみてはいかがでしょうか。概要欄その動画の下の方の三角ポチッと、まあスマホから見てる方押すと出てくる概要欄のところに、リンクを入れておきますので、まあ、そちらから購入してみてください。まあ、売り切れてしまっていたら申し訳ないです。そちらからもできますし、まあ多分他のサイトでも探せば全然あると思うんで、まあ Amazon が一番買いやすいので Amazon 入れておきますけど、はい。なんか初めて一人でこうやって商品紹介みたいな撮って、なんかね、どこで撮ろうかなとかめっちゃ悩んだんだけど、こんななんか外で撮っちゃったんだけど良かったのかな、これってどうなんだろう。めっちゃさ、ウミネコいるんだけど、近寄ったらさ逃げちゃうかな、どうかな。めっちゃいるんだよね。それでは皆さん、チャンネル登録とコメントと高評価お待ちしてます。それではまた、バイバーイ。Oh.